いやー、初夏に向けてなんか新しい服が欲しいなー。まあ、ボトムスとかもいいんだけども、上半身のアイテム変えた方がなんだか気分が上がるんだよなー。ちょっといつもと違った初夏向けのトップス、何かいいものないかなーと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の初夏のトップス5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕の中では結構ですね、初夏のアイテムの中で最も重要度が高いのがトップスだと思ってるんですね。これなぜかというとですね、ボトムスも結構重要ではあるんですが、そこまでバリエーションって僕の中では多くはないかなと思ってまして、まあ、僕の動画をよく見ていただいている方は、また大山俊黒パン使ってるよとか、と思えばまた白パン使ってるよだとか、まあ、さらに言えばグレーパンツも好きだなと思ってる方いらっしゃるかなと思うんですね。まあ、このあたりはですね、お気づきの方もいらっしゃる通り、あんまり季節関係なく通年使えるようなメンズにおけるベーシックなボトムスと言えるかなと思うんですね。まあ、このあたりは固定しといて、あとは上半身ですね。ここを変えるだけで結構印象って大きく変わるんですね。これも何度もお伝えしてる話なんですが、人の印象ってどちらかというと下半身で決まるというよりは上半身のアイテムで決まることが多いんですね。僕が今話してる時にもですね、ボトムス何履いてるかわからないですよね。やっぱりこう顔周りに位置するようなトップスぐらいまでがよく見えるので、これを変えてあげたいだとか、バリエーションをたくさん持っておくことで印象を変えることができるので、まあ、トップスのバリエーションですね。特に初夏なんかはですね、アウターとかを羽織らないので、トップスがそのままアウター的な位置づけにもなるので、非常に重要度が高いかなと思っています。まあ、そんな初夏におけるトップスですね、今回は5パターン皆さんにご紹介したいなと思ってるので、まあ、すでに持ってるようなパターンもあれば、ちょっとこれは試したことがないなというものもあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今後の初夏の買い物の際に一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人の初夏に似合うトップスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、やっぱり欠かせないですね、オープンカラーシャツですね。今回ピックアップしたいのはナノユニバースのストレッチワイドオープンカラーシャツ半袖ですね。まあ、こちらセットアップ可能というアイテムではあるんですが、まあ、個人的にはもう単品で使っていただくのが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。半袖のシャツというとおじさんっぽいなというイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですね。かつてはそういったイメージが強かったんですね。割とこう腕周りもですね、フィットしててジャストサイズな半袖シャツというのが以前は多かったんですが、まあ、最近はですね、半袖のオープンカラーシャツだとかレギュラーカラーシャツなんかはだいぶ増えていまして、サイズ感少しゆとりがあったりだとか、襟元がちょっとこうレギュラーカラーのものもあればオープンカラーのものもあったりして、開放感のあるような半袖シャツが増えているので、このあたりは大人世代にもバチッとハマりますので、まあ、皆さんも安心していただきたいなと思います。まあ、各社からいろんなオープンカラーシャツ出ているんですが、今買えるものの中では結構このナノユニバースのですね、オープンカラーシャツが色がすごくいいなと思ったので、皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、正直ですね、ブラックだとかネイビーのオープンカラーシャツだったら結構ユニクロとかでも十分だと思うんですね。サイズ感もジャストサイズより少しだけ緩さがあって、なおかつ素材の質感だとかデザインの完成度も非常に高いので、ユニクロで十分なんですね。だけどもユニクロではちょっとカバーできないような綺麗な色だとか柔らかい色味なんかを買うのであれば、セレクトショップのオリジナルなんかが非常にバランスがいいかなと思うんですね。あとはサイズ感ですね。ユニクロはやっぱりジャストサイズに少しだけ今っぽいサイズ感で緩さを出しているんですが、それでもですね、ちょっとこうベーシックな範疇かなと思うんですね。一方でセレオリぐらいになってくると、さらにゆとりを出してあげるので、よりおしゃれ感というところが出しやすいかなと思います。まあ、ナノユニバースはこちらのオープンカラーシャツなんですが、まあ、カラー展開はですね、4色になってるんですね。まあ、ブラックとかも完成度が高いんですが、先ほどお伝えした通り違いを出すのであれば、個人的にはこちらのようなライトグレーですね、これなんかはすごくいい色味だなと思います。まあ、グレーの中でも明るみがあって、ちょっと見え方によってはベージュっぽいような色味にもなってるかなと思ってまして、着こなしの中で明るさを作ることができるんですね。これだったらいつも通りの黒パンを合わせてもらっても、上半身で明るさを出したりだとか柔らかさを出すことができるので、ちゃんとおしゃれ
ャレに見えるのですごくいい色味じゃないかなと思います。まあ、サイズ感もゆとりを持たせてあるんですが、決してやりすぎ感のあるオーバーサイズではないので、このあたりも安心かなと思います。ちなみに身長164センチ53キロ僕だったらこれ S サイズでいいんじゃないのかなと思うんですね。割とこう最初からゆとりのある設計なので、いつも通りの皆さんのサイズを選んでいただければほんのり緩さのあるフィッティングになるかなと思うので、まあ、そのあたりは頭の片隅に置いていただきたいなと思います。あともう一色ですね、こちらの多分 D グリーンと書いてありますが、ダークグリーンだと思うんですね。この色もすごく綺麗なんですね。結構オープンカラーシャツの中でこういったダークグリーン系って時々出てくるんですが、まあ、この表面のですね、光沢感ですね、微光沢があって上品な雰囲気の中で、このダークグリーンの色というのがすごく綺麗にマッチしていまして、着映えするかなと思います。これはブラックのパンツでもいいし、グレーのパンツでもいいし、またはホワイト系のパンツなんかで合わせてもいいかなと思うので、意外と使い勝手いいんじゃないのかなと思います。素材はレーヨンとナイロンをプラスしてるんですが、素材の特徴的にちょっとツヤ感があって上品な見え方するので、これはですね、非常に大人の男性には似合いやすいような綺麗な色味のですね、半袖のオープンカラーシャツかなと思います。価格も6490円ということで、セレオリの中ではかなりお手頃で買いやすい価格になってるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、こちらのようなニットポロですね。これまた初夏に欠かせないアイテムになってくるかなと思います。今回ご紹介したいのがグリーンレベルのですね、ラミーナイロンスキッパーポロシャツ半袖ニットウォッシャブルというアイテムですね。こちら3色展開になっていますが、個人的にはネイビー一択でおすすめしたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルの中でもですね、初夏のトップスとしてニットポロは皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、今回はですね、襟元の雰囲気がちょっと変わるんですね。通常ポロシャツってボタンがついているかなと思うんですが、こちらはスキッパー型になっていまして、ボタンレスなんですね。なので見え方としてはよりこう襟元がスッキリしてるのと、旬な雰囲気が漂いやすいかなと思います。最近はこのようなスキッパーポロみたいなものが割とですね、トレンド的に上がってきていまして、数年前からちょこちょこと増えてるんですね。まあ、だいぶ今ではですね、取り扱ってるお店も増えてきて、ファッションが好きな方の間では定番的な位置付けにもなってきているので、これをですね、取り入れてみるのはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、もちろんですね、このようなスキッパーポロをビジネスカジュアルみたいな場面で使うこともできるんですが、個人的にはこちらのポロシャツを主役にした着こなしですね、下に白 T を着て、その上にこちらのスキッパーポロを着てもらうのもいいと思いますし、意外と素肌の上にですね、スキッパーポロ着るような感じですね。まあ、正確に言うと、グンゼのインティーみたいなものを着て、その上にですね、こういったスキッパーポロを着るような形だと肌が見えるんですが、まあ初夏とか夏であればこういった着こなしも NG ではないかなと思うので、まあぜひトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。で、サイズ感としては少しだけゆとりを持たせているので、このあたりはユニクロに比べると少しゆとりがあるんですが、決してオーバーに振りすぎてないのがグリーンレーベルのちょうどいいバランスだと思ってるんですね。で、袖だとか裾に関してはリブになっていて、ちょっとこう丸みが出るような雰囲気ですね。このあたりもクラシックな感じで、まあ、バランスもいいなと思います。まあ、肩のラインも落ちてるのでね、このあたりもですね、まさに今っぽいポロシャツだなと思うんですが、まあ、色はですね、3色展開なんですけども、ベージュとかライトグレーも結構いいんですよね。うまくはまればおしゃれに見えるんですが、ただポロシャツというアイテムはどうしてもおじさん見えする可能性があるので、安牌で言ったらネイビーだと思います。この色であれば色が引き締まるのでシャープに見えますので、ポロシャツのおじさんっぽさは全く漂わないので、おすすめになってくるかなと思います。だけどもベージュですね、クロート感を見せるのであればこの色もなかなかいいかなと思うんですが、結構誰にでも似合うっていう感じではないので、30代前半の方だとか細くて若々しい雰囲気の方であればトライしてみるのもいいかなと思います。僕も含めて40代以降の男性であればネイビーが鉄板で、例えばこの下のボトムスですね、グレー系のパンツで合わせてみてもいいと思いますし、あとはデニムスラックスみたいなものでも相性がいいかなと思うので、やや綺麗めな感じで合わせていただくと非常にいいアイテムかなと思います。こちらはラミーの糸とナイロン素材をですね、ブレンドさせてあるので、少しこう光沢感があったりだとかシャリ感があるような素材感で、まさに初夏にぴったりのようなですね、素材使いになってくるかなと思います。 T シャツ1枚だとちょっとカジュアルになりすぎるかなとか、やや大人っぽく見せたいんだけども通常のポロシャツからはちょっとずらしたいなという方には、スキッパーポロは今っぽくてすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今度はですね、T シャツのジャンルから選出してみたんですが、ちょっとひとひねり加えたものをですね、皆さんにご紹介できればなと思っています。こちら、アーバンリサーチの撥水ソロテックスストレッチショートスリーブ T シャツですね。これがですね、初夏にはすごく使いやすいんじゃないのかなと思っています。T シャツというですね、ジャンルではあるんですが、素材使いで言うと、まあ、ベーシックな T シャツだと、コットンを使ったものが多いかなと思うんですが、こちらはですね、化繊ですね。まあ、ソロテックスという素材を使っているんですが、主にポリエステルを使ったような素材感で、最近はですね、このようなものが徐々に増えてきている傾向にあるんですね。通常の T シャツに比べると、ちょっとこうアウターっぽいような雰囲気になっているので、初夏にはですね、1枚あるとすごく便利なアイテムになってくるかなと思います。まあ、デザイン自体はオーソドックスな T シャツ型ではあるんですが、少し袖が長めになっていて、カジュアル感が強くなっているのと、裾の部分ですね、ここにコードがついていて、絞れるようになってるんですね。ここが通常の T シャツとの大きな違いになってくるんですが、シルエットを変えることができたりだとか、あとは素材の質感ですね。少しこうスポーティーな雰囲気で、テック感あふれるような着こなしが簡単に実装できるので、これはですね、持っておくとすごく便利なアイテムかなと思います。僕も数年前からこういったものを外遊びの際によく使っているんですが、下に白 T 着て、その上に着るような感覚ですね。直接肌に着るというよりは重ね着ぐらいで着るので、僕は初夏だとか、そういった季節にも使いやすいなと思ってるんですね。で、こちらはですね、面白いのが、グラミチとアーバンリサーチのコラボレーションモデルということで、アウトドアに適したような質感だとか、まあ、デザインにおいてもですね、やっぱりグラミチのアイテムって、最近はこう、凝ったものも多いし、旬な雰囲気も出やすいので、まあ、一着持っておくとこれはですね、人との違いも出しやすいアイテムになってくるかなと思います。で、素材はですね、ソロテックスというものを使っていまして、微光沢が楽しめますし、上品な質感ですね。高機能でありながらも見た目の上質さというところをうまくミックスさせているので、これは使い勝手いいんじゃないのかなと思います。まあ、撥水性も優れてということなので、まさにですね、川で遊んだりだとか、海で遊んだりだとか、そういった場面なんかでもですね、使い勝手がいいので、これは1枚持っておくとすごくいいんじゃないのかなと思います。カラー展開3色で、どれもいいんですよ。ちょっと明るめのグレージュみたいなものもいいですし、個人的に一押ししたいのは、チャコールですね。まあ、見え方によっては、ちょっとこう、グリーン味がかったようなチャコールグレーで、ブラックよりは少し明るさもあるので、重たくなりすぎない。このあたりがですね、すごくいいカラーだなと思います。夏だったらもう短パンで合わせてもらってもいいと思いますし、一応こちらはセットアップで用意もあったりするので、上下で着てもらってもバランスがいいかなと思うので、すごくですね、差別化ができるような T シャツのジャンルなんだけども、ちょっと違ったアプローチのアイテムなので、まだこういったアイテム試してみたことがない方は、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらも半袖のアイテムなんですけども、ちょっとですね、ひとひねりあって、なかなかいいアイテムなんじゃないのかなと思ったのが、こちらですね。ビーミングのですね、ラッセルアスレチックと、ビーミングの別注となっているですね、コットンスウェット T シャツですね。これがですね、なかなかバランスがいいなと思いました。半袖の T シャツというジャンルの中でも、最近はですね、ちょっとひねりを加えたような、先ほどのようなですね、化繊を使った、ちょっとこう、シャカシャカ系のスポーティなものもあれば、あとはですね、半袖ニットがあったりだとか、あとはスウェットですね、これを半袖に仕立てたようなものもですね、出てきてまして、割とこうバリエーションが豊富になってるんですね。初夏だったら半袖の T シャツを着るのもいいんですけども、このようなちょっと違ったものをですね、トライしてみるのも僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ラッセルアスレチックといえばですね、スウェットにおいてはすごく代表的なブランドで、昔からのファンも多いブランドかなと思うんですね。僕もですね、先シーズンはですね、久々にラッセルアスレチックのですね、スウェットを購入してですね、結構ガンガンに来たんですね。で、今回はビーミングの別注版ということで、通常のスウェットを半袖にしてあるというところですね。あとは肩から別注をかけていまして、まあ、ベーシックなサイズ感というよりは少しゆとりを持たせて、まあ、現代的なフィッティングにしてあるというところですね。このあたりもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。素材はですね、ブランドを代表するですね、プロコットンというものを使っていまして、肩崩れしづらくてですね、使ってるうちにですね、どんどん味わい深くなっていくというところが一つの魅力となっているような生地かなと思うんですね。ですので経年変化も含めて楽しむことができるかなと思います。無地なんですけども、ラッセルアスレチックのですねロゴですね、ブルーとレッドを使ったような特徴的なロゴがですね、まあ、所々に見えるので、このあたりもですねちょっとしたアクセントになって、個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思っています。色に関しては3色展開になってて、どれもいいんですね。例えば僕はですね、結構明るさのあるアッシュですね、
結構ライトグレーに近いような色味で、ちゃんと明るさを取り込むことができますし、ちょっとこうレトロな雰囲気も漂うような、そんな色合いで、これもなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ボトムスに関しては、こちらの写真のように、カーゴパンツだとか、ベイカーパンツみたいなオリーブ系のパンツ合わせるのも、なかなか男っぽくてですね、バランスもいいかなと思いますし、あえてアメカジっぽくデニムで合わせるのも悪くないかなと思うので、あとは短パンで合わせたりするのもなかなかバランスがいいかなと思うので、これもいいですね。あとはネイビーだとかブラックですね。このあたりのシャープな色合いもですね、結構バランスよくハマりやすいかなと思うんですね。同じくオリーブ系のパンツと合わせるとこんな感じになるんですが、かっこいいっすよね。こういった着こなしもちょっとアメカジっぽい雰囲気ではあるんですが、通常の T シャツにはないような程よい厚み感もあって、体のラインも拾わないので、なかなかバランスのいい仕上がりになるのかなと思います。まだ初夏で T シャツ1枚のスタイルは早いかなと思ってる方は、ニット T シャツというジャンルもあるんですけども、もうちょっとラフさを出したいなという時には、この半袖のスウェット T シャツというのも、一つの選択肢としてはいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、プリント T シャツですね。これまた初夏の重ね着の際にはすごく便利なアイテムになってくるかなと思います。僕はプリント T シャツ大好きで、白ベースのプリント入ったものをですね、もう毎年ですね、5、6枚は購入するんですね。今年もすでに3枚ぐらい買っているので、まあトータルで5枚超えそうなんですが、まあ僕はですね、このような T シャツを基本的には1枚で着るというよりは、重ね着のベースとして着ることが多いんですね。まさに今もですね、内側に白ベースのプリント T シャツを覗かせてるわけなんですが、単体で着るとちょっと子供っぽく見える場合もあるんですが、上にですね、1枚羽織るとすごくですね、バランスがいいので、重宝するアイテムなんですが、なかなかこれといったですね、バランスのいい大人っぽいプリント T シャツを見つけるのは難しいんですね。まあそんな中で先日ご紹介したのが、グリーンレベルのこちらの T シャツですね。東京シークエンスに別注をかけたですね、グリーンレベルの T シャツなんですが、これ残念ながらですね、もうすでに僕が指名したホワイトってやつがですね、ほぼ完売してるんですね。なので今回はですね、その他1のこちらの柄ですね。去年購入した柄がですね、割とこちらに近かったんですね。それ非常に気に入っていて、僕着倒してしまったぐらい気に入ってたんですが、まあ、今年はちょっと雰囲気の違うですね、ホワイトの方を先日ご紹介させていただきました。今在庫が切れているので、その他1ですね。まだ似たようなものを持ってなければ、これすごくバランスいいと思います。横長のプリントで3枚の連続するような写真になっていまして、色合いもですね、グリーン系が混ざっていたりだとか、まあ、ところどころにブラックで引き締める要素もあったりだとか、非常に使いやすいようなデザインになっているので、これなんかはですね、重ね着のベースとしては間違いのない一枚になってくるかなと思います。そして何か新しいものもご紹介したいなと思って、いろいろとサイト検索したんですが、なかなかいいものが見つからないですよね。なので今回は、まあ、僕のブランドで展開しているこちらの T シャツですね、まあ、これをご紹介したいなと思います。まあ、新作で作ったものなんですが、相変わらず白ベースでこういった長方形のですね、プリントが入った T シャツになっています。で、長方形のこのバランスなんですけども、タックインをした時に隠れないようなですね、バランスでしっかりと配置してあるので、まあ、なかなかですね、重ね着だとか、まあ、1枚で着ても様になるような仕上がりになってくるかなと思います。で、プリントしてあるのはですね、ちょっと抽象的な感じなんですが、まあ、夕方のですね、日が沈んだ後の写真といいますか、まあそういったものでちょっとこうブレた感じですね。光の雰囲気がブレてるのがなかなかこう味わいがあっていいなということで、こういった写真を落とし込んだ一枚になっています。で、プリントの下にはソープロダクツという僕のブランドのですね、ネームも入っていたりだとか、シンプルながらもですね、バランスのいい仕上がりになっていまして、重ね着のベースとしても使いやすいかなと思うので、まあこういったものも含めて使っていただくといいんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介したですね、半袖のオープンカラーシャツの内側に入れてあげて、前を開けるとですね、やっぱりこのプリント T シャツが見えてくるので、よりプリントが生きてくるかなと思いますし、ボタンを閉めてもですね、上の部分にちょっと色が覗くので、普通の白 T よりは少しですね、面白みが出るかなと思います。で、うちのブランドのこちらの T シャツに関しては、首前のフィット感があんまり緩くないので、重ね着した時にもですね、だらしなく見えないんですね。それが気に入っていて、僕はですね、この T シャツの上に半袖のニットだとか、そういったものを重ねて着ることもあるんですが、ちょうど襟元からですね、白 T が見えるので、重ね着ベースでもこれ使いやすいので、まあ、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思います。このような白ベースのプリント T シャツは1枚持っておくと、意外とですね、真夏以外の春だとか秋にも重ね着のベースとしても使えるので、ぜひ皆さんよかったらチェックしていただければなと思っています。
いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では大人に似合う初夏のトップス5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、これまでの動画の中で出てきたようなジャンルもあるんですが、今回ですね、初めて出てきたようなスキッパーポロだとか半袖のスウェットだとか、あとはソロテックスを使ったちょっとスポーティーな T シャツだとか、このあたりなんかを足してあげるとだいぶ新鮮な雰囲気になるかなと思っています。ボトムスはいつも持っているものを据え置きで、あとはですね、トップスのバリエーションを色々と変えることでだいぶですね、初夏の着こなしも楽しめるかなと思うんですね。ちなみに初夏から夏にかけての着こなしは重ね着があんまりできないんですよね。冬だったらアウターだとかマフラーとか色々とですね、アクセントの付けようがあるんですが、なかなかですね、初夏とか夏に関してはトップス一本勝負になりがちなので、まあバリエーションをいくつか揃えておくと退屈に見えないかなと思うので、よかったら今後のお買い物を参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章でおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説だとか、あとは僕自身が実際に買ったものなんかを随時皆さんにですねお伝えしています。僕自身も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。